俳優タレントの村山浩生と俳優の片桐仁が今日18日に放送された日本テレビ系クイズ、あなたは小学5年生より賢いの？毎週金曜あと7時に出演し、番組史上28組目の全問正解をペアで達成、賞金300万円を獲得した。同番組は小学生の教科書や参考書からクイズを出題する。挑戦者は11問連続で正解すれば300万円の賞金が獲得できる超プレッシャークイズショー。